市内への立ち入りを拒否された二人のハンセン病患者、ハンセン病の歴史は古く、すでに紀元前2400年のエジプトの古文書に現れ、遺書としては紀元前1500年頃のインドのチャラカサンヒターやスシュルタサンヒターにその記載がある。それ以外にもペルシアでは紀元前6世紀に中国ではロンゴニー、あるいはギリシアでは 紀元後1世紀から2世紀にかけての医師の著作に、それぞれハンセン症に関する記述があり、古くから知られていた。歴史的に、レプラ、雷病などと称されてきたハンセン病は、雷菌によって引き起こされる、感染症である。感染力は、極めて弱く、器具や動物の介しての間接的な伝染がほとんどなく、進行も緩慢な病気で、皮膚と末梢神経が侵される。 遺伝性はなく、現代では特効薬があり、薬で感知することも判明している。白い反転が皮膚状に現れるほか、顔面が変形したり、指が欠損するといった幹部の変形を引き起こす。運動麻痺や顔面神経麻痺、発汗異常、眉毛、頭髪の脱落を伴うこともあり、それゆえ、歴史上では感染力が弱く致死性に乏しいという病気の、 実態以上に人々に恐怖感を持って捉えられ、あらゆる疾病の中で最も患者が誤解や偏見に基づいて理不尽な差別にさらされてきた疾病である。ハンセン病はまた、元来は熱帯フランベージアと同様少人数集団に生じる慢性疾患であることから、罹患者はすぐに死亡せず、感染源として生存し続ける傾向にある。ハンセン病の場合、 脳獣、微重、唾液などに直接接触することによってのみ感染し、潜伏期間も長く、感染しても発病するのは2から3%と低かったため、雷菌に繰り返し接触する機会の多い、同一家庭内で頻発していた。そのため、かつては遺伝性の病と誤解されてきたのである。世界の各地域から採取された雷菌を遺伝子解析し、相互に比較した研究によると、 雷菌は東アフリカで誕生したと見られている。なお、雷菌が発見される以前は似たような症状の病気を混同することも多く、古い時代の報告例では、現在のハンセン病に当たるのかはっきりしないものもあるので注意が必要である。一例として描かれた病では、写真普及以前に使用されていた医学書の精密画について、カサブタガが形成雷病と、 結核様らいと書かれている症例について、魚臨腺の可能性が高いと指摘しているほか、結核も、ハンセン病との区別が難しかったとしている。すなわち、重い皮膚病を指して、大、大病、レプラと称してきた歴史があり、これらはまた、古代、中世においては、単なる感染症の名前ではなく、患者の社会的身分を指す故障でもあった。レプラに関する最古の記述は、 紀元前2400年のエジプトの古文書であり、遺書としては紀元前1500年頃のインドのチャラカサンヒターやスシュルタサンヒターがある。その他にもペルシアやギリシア、中国の論語にも記載があって古くから知られた病気であった。日本のハンセン病に関する最古の記述は8世紀成立の日本初期である。ハンセン病に侵された ウォリングフォードのリチャードヨーロッパには中世初期に侵入したと考えられており300年頃から見られ民族大移動などによって全ヨーロッパに広がったと見られるイエス・キリストがレプラの患者に触れて治癒させた奇跡の記述が新約聖書ルカによる福音書にありイエスの絶対愛のあり方を物語っているローマ教会は患者救済のためラザロの偶意よりなる ラザレットを設け、患者の救済、保護を始めた。11世紀12世紀には、ハンセン病の流行が急速に拡大した。1096年に始まった十字軍は、パレスティナの特にエルサレム地域のハンセン病がヨーロッパに蔓延するきっかけとなった。罹患した兵士のために、エルサレムにラザレットが作られ、患者救済が行われた。 英米で知られるエルサレム王国の国王ボードアン4世もハンセン病患者と見られている。その後、ヨーロッパ各地にもハンセン病が蔓延してきたため、フランスやドイツなどにもラザレットが建てられた。ラザレットではハンセン病をミゼルズフトと称して救済が行われたが、当時のローマ教会は、旧約聖書に基づき、サーラートの措置として、死のミサや模擬葬儀など、 猜疑的な厳しい措置が行われることも多かった。また、外出時には自分が患者であることをわかるような服装を強制され、講習の場に出ることは制限された。旧約聖書、レビキの13章と14章には患者と応募式人物を一時的に隔離して妻子が経過を観察する法があるが、これには感染していなかった場合や治癒した場合の復権の規定も含まれており、 不治の病であるかのような誤解に基づく主治の差別とは一線を隠している。中世において行われていたのは公衆衛生上の隔離ではなく風俗規制による社会的隔離のための患者隔離政策であった。具体的には現社会からの追放、市民権、相続権の剥奪、結婚の禁止、家族との分離、離婚の許可、就業禁止、退職の促進、 立ち入り禁止などの行動規制などであった。一方で、兵役、納税、裁判出頭の義務は免除されていたが、それは公民としての存在が否定されていたことを意味する。そのため、ハンセン病患者に対する偏見、差別が拡大した。社会的隔離政策の直例としては、フランク王国のカール大帝によるものが有名で、その後出現した法治国 かでも患者隔離法や患者取り締まり例によりラインに強制収容された。十字軍遠征によりヨーロッパには多数の天然痘患者とハンセン病患者がもたらされたと考えられている。西欧では13世紀をピークとして流行し、各地にハンセン病の隔離施設ができた。この時代、全ヨーロッパで1万9000所ものハンセン療養所が建設されたと言われる。 ハンセン病患者は、健常者に対し、自分に近づかないよう知らせるためのフラベルという、カスタネットを携帯することとなっていた。一方、中世ヨーロッパに暮らす人々は、同胞の苦しみを敬意と共感を持って見つめること、病人に対する嫌悪感や不快感を乗り越えて、兄弟に対するような慈愛を示すことを教えられ、そのように行動することを求められてもいた。 13世紀のフランスを売るい旧世は、ロアイオーモン修道院を訪ねるたびに、病毒のために顔が崩れ、人々の恐怖感の対象であったレプラの患者の食事の休仕を自ら行うことを自身に課しており、また、フラベルを鳴らして自分から遠ざかるよう警告した患者に対し、水たまりがあるにもかかわらず彼に近づき、その手に接吻したという逸話が残っている。ッシジのフランチェスコについても、 同様の話は多数残っている。13世紀には新約聖書2版を取った旧来事業が行われた。ローマ教会に対抗し、聖者フランチェスコの献身的な救済活動により1209年に組織されたフランシスコ会は足地にライムラを建設した。そこでは一つの共同自治社会が形成され、死のミサや仮想埋葬などの儀式もなく、 また外出も自由にできた。新約聖書のマタイデン16章に出ているイエス・キリストの教えと行動に則っ,った描写へのいたわりに基づく救済活動であった。また、キリストによるハンセン病患者の治療は奇跡として扱われ、ハンガリーの聖女エリーザベトによる救済などや、十字軍時代のパレスチナに設置されたラインでのラザロ看護騎士団の患者救済にも影響を及ぼした。 フランシスコ会の人々は、日本の安土桃山時代にも到来し、日本のハンセン病患者の救済も行われた。14世紀頃になると、ヨーロッパでは、ハンセン病患者は、次第に減少した。1348年の国史病の大流行で、ラザレットの収容者が一掃されることもあり、ヨーロッパ各地の来院は次々に閉鎖された。一方、14世紀には、 弱者迫害の傾向が強まり、不寛容の時代が到来したとする指摘がある。国死病の蔓延は、ユダヤ人をスケープゴートとする迫害事件をヨーロッパ中に引き起こしたが、その中でユダヤ人とハンセン病患者とは決着しているという噂も流れた。ハンセン病患者はパンを利用して、潜水を汚染する毒を作ったとされ、羊飼いの十字軍と称する一団が、 セリ院インを襲撃した際、腐敗したパンの詰まった樽を見つけたと、誠しやかに記録されている。南仏では何箇所かのコミュニティにおいて、フランス王に対し、ハンセン病患者隔離の請願もなされたのであった。ハンセン病は日本でも古くから知られ、奈良時代、光明皇后が医療施設である、施薬院、秘伝院を皇后宮職として設置したほか、来病患者の脳を吸い取り、 周期漂う患者の背中の赤を吸った伝説が、史書に残っている。考古資料としては、中世鎌倉遺跡である、ゆヶ浜南遺跡の発掘調査で、ハンセン病による変病骨が発見されている。日本では、古代、中世には、この病気は、仏鉢、神鉢の現れたる穢れと考えられており、発症したものは、非人身分に編入されるという、不分率があり、 一般の人々のみならず、肉親さらに、肝臓から無期費される存在であった。これにより、都市では、重病者が、各地の秘伝院やならの北山十八県湖、鎌倉の極楽寺などの施設に収容され、移植獣が供された。北山十八県湖や、極楽寺は、避妊救済に尽力した認証を中心とする、立壮教団によって開かれた施設である。戦国武将、 大谷義継は、ハンセン病患者であったことが知られ、免停を白い頭巾で隠して戦場に臨んだことはよく知られる。また、茶会での自らに対する、石田三成の振る舞いに、義継が感激し、関ヶ原の戦いでは三成に味方をする決意をしたと、されるエピソードも著名である。江戸時代には、発症すると、家族が患者を、四国八十八箇所や熊本の加藤清正。 コウホコラなどの霊場へ巡礼に旅立たせることが多かった。このため、これらの地に患者が多く物、コズをして定住することになった。なお、江戸時代後期の遺跡と見られる、青森県畑内遺跡、第26号土工墓から出土した、小病理学的に、ハンセン病と診断される人骨の上顎から、大菌の DNA が検出された。この人骨は、 東北大学総合学術博物館に所蔵されている。幕末以降に日本に訪れた欧米人は欧米と比べ当時の日本では桁違いにハンセン病患者の数が多いことに強い印象を受け、明治維新以降、キリスト教主義による救いの手を差し伸べた。日本人仏教者の綱脇流明も美の部深雪絵を設立して、来病患者の救済に乗り出した。 政府も、来病患者の自社周辺などへの集中状態を解消すべく療養所への隔離政策がいったが、その中で、旧来の名目で近世までとは異なった形での患者の迫害も生じた。16世紀には、ヨーロッパやアフリカからアメリカ大陸に、ハンセン病がもたらされた。そして18世紀には、北米、19世紀後半には、太平洋諸国に広がった。 19世紀にハワイで激しい流行が見られた。政府は、機民政策を取り、モロカイ島に患者を隔離定住させた。1873年にハワイで布教をしていたダミアン神父がモロカイ島に定住し、奉仕を開始した。1850年から1920年にかけて、ノルウェーにハンセン病が流行した。戦争による基金が引き金となり、 人口の多い地方より、巨村や農村で流行した。1885年に、世界で初めて衛生立法に基づく強制隔離政策が行われた。これは、1897年に、ドイツで開かれた第一回国際来会議で発表され、強制隔離政策が評価された。ただし、患者全員を国立病院に隔離する前に流行は、終結した。 1920年代にナウル島と1980年代にカピンガマランギ島で3割の住民に感染発病を示すほどの流行が見られた。このようなハワイと同様な激烈な流行については感染症に対する処女地では弱い感染症侵入でも流行が発生するという考えがあり外的物質に対する免疫能がないとも考えられるが しかし十分な説明はなされていない。1897年、ドイツで開かれた第1回国際来会議で、ノルウェーの事例が発表され、強制隔離政策が推奨された。ただし、日本の隔離政策とは異なり、警察による取り締まりではなく、医師の判断に基づいた強制隔離であった。1909年に、ノルウェーで第2回国際来学会が開催され、 強制隔離政策による対策の重要性が再確認されるとともに早期にハンセン病患者から子供を引き離すことが推奨された。1907年、フィリピンでは元来強制隔離政策を行っていたが、台風小油による施設治療を行い、菌が陰性化した患者は社会復帰させるという解放制度に転換した。 患者の医師ではなく多くの伝染病患者に対し施設収容、治療の効率化することが目的であったが、この解放制度は世界で初めての試みで画期的な政策であった。この政策は1923年にストラスブルクで開かれた第3回国際大学会によって発表されたが、対処後の再発は非常に高いことなどが明らかになり、解放制度や 台風史油治療の効果については否定された。一方で小児に伝染しやすいことから、産児は母から引き離すこと、来患者は伝染させる職業にはつくべきでないなどの公衆衛生的に必要な隔離ための方法が決議された。1931年、国際連盟は来公衆衛生の原理と題する著作を発刊し、 ハンセン病の早期患者に対しては施設隔離を行わず、外来診療所で大風小油による治療を行うのが望ましいとされ、政策として初めて治療対策脱施設隔離が打ち出された。ただしその一方で重症の伝染性の強い患者は施設に強制的に隔離する重要性も再確認されている。1938年に カイロで開催された第4回国際来学会では、その影響を受けて、薬病地の大風カゼコによる施設治療政策は認められた。1941年には、アメリカのファジェットにより、新薬であるプロミンが使用され、これにより大風カゼコからプロミンと治療方法が変化し、ハンセン病は治る病気となった。その後は、隔離政策は徐々に衰退し外来診療が重視。 されていくことになる。日本では、大予防法が1907年に制定され、患者は人権をほとんど認められず、強制隔離、不妊手術の教養が実施された。世界的な動向と逆行するかのように、1931年には、強制隔離政策が本格化したのであった。1996年、ようやく、大予防法が廃止された。 2002年、小泉純一郎首相が公式に謝罪し、治療法確立後も強制隔離を続けた国の責任を認めて、元患者との和解がようやく成立したが、今もなお病気に対する正確な知識の欠如から、後遺症に対する差別に苦しむ人が多い。1942年頃のアメリカでは、テキサス・ルイジアナ・フロリダの州法において、 医師の診断を条件にカービルの療養所へのハンセン病患者の収容が行われた。この療養所は1894年に解消され、1942年、当時アメリカ本土に2500人存在したハンセン病患者のうち1371名が入所していた。ありがとうございます。